家族との写真、前列右端が、マーガレット・マーガレット・ニールソン・アームストロングは、アメリカ合衆国のイラストレーター、書籍の想定家、作家である。アール・ヌーボーのスタイルの想定で知られる。植物画家としては、アメリカ合衆国西部のものとしては、初の包括的な入りの植物ガイドブックを出版した。いくつかのミステリー小説も書いた。ニューヨークに生まれた。父親は、 外交官で、ステンドグラス作家でもあった、メイトランド・アームストロングで、母親は、ニューヨーク州知事、ハミルトン・フィッシュの名にあたる名家の出身である。兄弟には、外交官を務めた後、雑誌フォーリンアフェアーズの編集を任された、ハミルトン・アームストロングがいる。1880年から、デザイナーの仕事を始め、出版社、AC ・マックラーグのために働き始め、後に、 他の出版社の書籍も手掛け、270以上の想定デザインを行った。植物をモチーフとした、アール・ヌーボーのスタイルを好んだ。アームストロングが想定デザインした書籍には、フランシス・ホジソン・バーネット、チャールズ・ディケンズ、ポール・ロレンス・ダンバー、ロバート・ルイス・スティーブンソン、ヘンリー・バンダイクらの書籍がある。アリスモースと並んで、この時代の 最も優れた想定デザイナーと評価されていた。1910年代になって書籍にブックカバーが付けられるのが流行するようになったのと自ら本を執筆するために想定の仕事を辞めた。もともと熱心な自然愛好家であったので興味は植物学に向かいグランドキャニオンの谷底を到達した最初の女性となりこの地域で いくつかの種の同定されていない植物を見つけた。48点の多色刷りの図版を含む550点の図版付けの植物ガイドブック、フィールドブックオブウェスタンワイルドフラワーズを執筆した。これはアメリカ合衆国の西部の植物が包括的に解説された最初の著作とされる。60歳から70歳の間に3編のミステリー、マーダー・イステインド・ドグラス。 ザ・マン・ウィズ・ノーフェイス、ザ・ブルー The マ l ー,ダーミステリーと2編の表伝を執筆した。M. アームストは植物の学名で命名者を示す場合に、マーガレット・ニールソン・アームストロングを示すのに使われる。ありがとうございます。